はい、田中90です。僕は芋を駆逐したいと考えております。対抗策を私は思いつきました。見てください、このフェネックです。このカスタマイズはこのゲームで一番移動速度が速いです。つまり狙いがつきません。なので無理やり眼砲とコンカッションゴリ押しで芋を駆逐していきます。成功するでしょうか。どうぞ行くぜ。俺がこのゲームの芋を駆逐する。なんでショットガンいるんすか。ショットガンなんていないでしょ普通。今のショットガン大体 BY15 とかのスラグなんだろう。このカスタマイズを対応するのはきついはず。俺の前に立つな。俺が最速の男だ。 OK、 最速の男の速さを見よう。やばい、エイムが悪すぎます。エイムが悪すぎます。ショットガン出てきて焦っちゃいました。エイムが悪すぎます。これをゴリ押すのがね、この武器の強みなのよ。これをゴリ押すのが速さでしょう。早いね。逆方向から行こう。どうせこっち側から行っても勝てねえかな。おい、なにその角でやろうとしてるんだ。もうすぐお前ら角行こうとする。俺はそういう環境を変えてきてこの仕事をついてる。これ、うん、これちょっとむしろ角待ちしちゃった。ごめんごめんなさい。足音聞いて角待ちするって一番邪悪なことしました。いいんだ、ちょっと動いてるから。動いてるから OK。 これどこ。おお、見事にね、その行きたくない方向に敵がいるわ。お前走る。いや、こいつむしろ角掘りしてた。止めちゃいけなかったか。これでポイってやって、おいおい、何お前そんな食い、ダメだお前、銅像使うなんて。お前ら銅像なんか使うんじゃねえ。うわ、すげえ、一瞬で死んだんだか。これいける。ゴリ押すの意外とおもろいんだよな。なんで、おい、どこにおる。おい、どこにおる。おいもさんよ、俺は出てくけどね。バイバーイ。俺は早いけどね。いや、すごい、もう壊れちゃったよ。あれやめてほしいんだよな、壊れんの。壊れてのあのグレネードランチャーで芋のが一番や。おーい、バイバーイ。これ強くね。おい、中いるね、建物の中。俺が速攻で追いついてやるから、お前の速度に。おい、おい、すごい、マジで一切持ってないだろこれ。一回角待ちしたけどね。一回角待ちしたいが一切持ってないからセーフ。おい、あー、待ちました。さすが移動速度最速や、これが。いける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 いけ。二人で芋掘り。おい、どこだどこだ。足音鳴らさないやつってビビってる、もしかして。ナイス。え、あ、死んでないのか。壊れちゃったか、ついに。俺の自分の人生を食いてたんだろう。うわ、すげえ。あいつをやってこその、やってこその芋掘りと言われるだろう。オッケーの前に手前のやつやって、あ、今回でマジで芋掘りできんな。おい、どこだ。俺は出てくけどね。ふぅ、出ない陰キャいる。これ、外に出ない陰キャいる。外に出ないやつ陰キャよこれ。マジでさ、あれなんだっけ、フェネックデュアル引き殺してんな、ガチで。おい。やばい、これ強くねえか。これ強くね、これ強くね。やっぱ芋は、俺が芋を終わらせる。ここか、ここは芋マップよ。ここで突ってこその突マップよ。基本的にマジでここ RPD かね、スナイパーでここで芋のがね主流だからな。それを俺が改善する。オッケー、いいじゃんこいつ。行くぞ、二人で突って変えようぜ世界を。この裏側から行く、いいよ。オッケー、もうラゲー、あいつ。オッケー、おめえ。オッケー、これやってーの、オッケー。これで、どうせ芋ってる。俺に任せろ。俺が世界を変えてやる。芋しかいねえ、この現状。変えてやるぜ。俺がなんか芋ってるみたいになってまってんな。これは他のとこ行くわ。いつもだったらここ突っ込まない。でも俺は今は芋掘りの田中よ。あ、これ無理。これ無理。
あのね、これね、あの、でき、これで、オッケー、オッケー、行くぞ。オッケー、いるだろ、これ。逃げるんじゃない、現実か、逃げるな。とすってくる田中球児か、逃げるな。これで、おい、どこだ、おい、たまね。あー、下打ちしちゃった。下打ちしちゃった、やべ。もう弾がないんだ、違うんだ、これ。あー、仕方ね。もう突だけど。救急内に取るわ。おーい、これ。足押す。おー、めっちゃいるじゃん、ここ。ダメだ、こいつら、全く反省してない。過去の反省をしてないね、こいつは。は？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 いや、嘘だろ、ショッカル氏。いただろ、絶対。やっぱ俺のショッカル氏、不良品掴まされてんだよ。明らかにいるよね。いたよね。いたのにやる気出さないんで、これ。もう、今の絶対死んだって。ダメだ、この試合。いきなりラグくなった。これやって、これはどこだ？俺に任せろ。俺に任せろ。俺が凸の田中よ。これ、もう止まることを知らねえ、俺は。俺は止まらねえから。一回も止まらねえから。凸。止まった瞬間に芋が生まれてしまう。止まった瞬間に芋っていう考えが生まれてしまう。それは良くないか。オッケー。オッケー。これでリロードして、いや、それはカバーしなくてよかった。これでリロードして、オッケー。俺はもう、止まることを知らねえ。どこだ、どこだ、芋ってんじゃねえ。これは悪即残だったな。スラムズの何？キルコンファームル。いいね、これ。久しぶりじゃん。本当に、これ途中参加なの？これ途中参加扱いなんですか、これ。言うほど途中参加か。行くぞ。行くぞ、行くぞ。おー、とつるね、みんな。こんなに、みんなとつりすぎて、多分敵、合ってない。待って。すげえな。このチーム、とつチームじゃん、味方。いや、これ負けちゃダメだろ、それ。え、なんでヌンチャクにこれ負けんだよ。フェニックデュアルの威力さ、全盛期に戻せとは言わんが。いつも500倍くらい力。オッケー、これで、危な。このレレレできなかったらマジで終わりみたいな武器だよ、これ。いるなぁ。これ横つけるのがこの武器のいいとこなんだよ。キルコンにも合ってるしね。オッケー。オッケーオッケーオッケー。キルコンにめっちゃ合ってる。キルコンにめっちゃ合ってる、この武器。俺に任せろ。キルコンに合ってると言わ、噂だからね、これ。これやって取って、任せろ、俺に。これで、猿。これ、キルコンのために、ある武器だろ、これ。すげえ、キルコンのためにあるわ、この武器。すげえ、キルコンの鬼だ、これ。行くぞ。キルコンの鬼。マジで負けねえ、キルコン。頭ねえ、もう。だって、もうロボット出ちゃったからね。はい。ロボット祭り行きます、これ。と思ったけど、まだね、キルレいいんで、キルレ悪くなったらロボット出すからな。はい、ロボット出ます。やっちゃいけないことやっちゃった。俺を殺す。キルレが悪くなる。動画が撮れなくなる。これだけはやっちゃいけなかった、相手。お前、カスか。これ結局ロボット出しちゃうとね、ロボット動画じゃねって言われるんだよな。オッケー。いや、おいおい、何そこで、同じとこに10秒以上いるのは芋だ。すげえ、スコアストリークでボコってるだけの動画。こんなロボット早く出る試合ねえからな。おいおい、こういう、もう行っちゃうわ。ここで、ロボットなんか、やっちゃダメでしょ。こう、陰険なロボット俺は使わない。オッケーオッケー。死んだけどいいよ、全然。陰険にロボットを使うぐらいだって、俺は、とつりロボットしたいね。最後。UAV？ そんな卑劣な兵器使うんじゃない。俺に任せろ。おいおいおい、いるね。やって、これまだいるじゃん。俺に任せろ。俺が、あー！そんなすぐ死ぬ。うわ、一番強い武器出てきた。オッケー、これで、レレレよ。今のレレレ、まあまあ気持ち悪そう。このダッシュも腰なめレレレとか、マジでレレレするからな。超高速。いつもの5倍の速度で動いてます。いやー、敵恐る。今 UAV とか落とさんでいいよ。UAV とか気にしても。なんだこのクソ犬は。なんか、うわー、クラはね、俺は足が速いから、本人を殺すわ。これ強くね、これ。なんでスコアこんな強いんだ。キルコンファームの鬼とかした。え、俺じゃねえの MVP。 絶対俺だと思った。俺が一番取っただろ。ということで、めっちゃ強いです、キルコンファームルだと。芋に強いんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。今回こんな感じで終わります。お疲れ様でした。おつ。
フェネックデュアル全盛期の時はさ、芋は少なかったよな、今よりか。まあ、環境が良かったかは、ノーコメント。